おはようございます。釣り子 TV です。これディスタイルの新しいワームが釣り具屋さんに並んでました。トラスター 3.8 インチっていうことでカラーも選べたんで、今回ねブラックっていうカラー買ってみたんですけども、これねえ、なんだろう、もうこのブリスターパッケージねえ、不思議な形してますけど、テールがかなりねこだわった形のワームになってるんじゃないかなっていうことで、毎年ねあの亀山ダムの時田ボートさんなんかで開催されてるディスタイルカップ、そこでねあのディスタイルブースがあって、実はね結構前からこれね展示されていたりして、いつ出るのかな、いつ出るのかなっていうのと、フィッシングショーのね会場とかでそのニッシープロと会った時に、なんか作ってないんですかなんて聞いたら、いや実は開発しているものがあるんです、結構わがままを言って、こだわりのワーム作らせてもらってますなんていうのを聞いていて、でその時はね全然形なんかも何もわからなくて、あとコンセプトなんかも、お伺いしてなかったので、でその後ディスタイルカップでこれが展示されてるのを見て、ニッシープロがこうデカバスをガーンって持ってるね写真なんかと一緒に出ていて、あこれ作ってたのかっていうことでね、まあね琵琶湖生まれのワームではあるんですけども、この 3.8 インチでね、ちょっとねギルクイバスなんかに照準を合わせたっていうことなんで、近年ね関東でも開放されたトズラッパラダム、三島湖で亀山ダムなんかももちろんねギルクイバスがいるフィールド結構あるので、これは活躍してくれるんじゃないかななんていうことで楽しみにしていたんですが、まあね早速じゃあどんなワームなのか開けていきたいと思います。こんなねブリスターパッケージに入ってるんですよ。はい、5本入りね。あーで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 ー、おおはい出てきました。これはなんともね、ほんとね、なんだろう、ほんと宇宙人みたいというかね、こう手がついてるようなね足だって、そうするとこれは何かっていうことになっちゃいますけども、こんなね不思議な形をしております。でね平たいですね、このね平たいボディ、薄いこういうボディで、手がね結構このなんだろうバイーンとね水を押しそうな小さいながら、まあ、常にこう動き続けてくれるようなそんな感じの手ですかね。で結構ねボディは張りがあります。そんなにねクテッとならないね、結構ね張りのあるボディで、でこの手の付け根なんかもね薄く仕上げて動きを良くするのかなと思いきや、こうなんていうんですかね、ここね薄くしてるんじゃなくてちょっと厚くしてますね。なんというかこう丈夫そうな作りというか、もうバタ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 ってねこう手を振らせるっていう前提で、そこまでね薄くしてないよっていうね、このね手の付け根が、気になりますね。でこうねテールがついてね、こうキックテールがついてますね。これなんだったらここの手がちぎれちゃった後もなんかこれはこれで単体としてもめちゃくちゃ釣れそうな形ですね。でまあこの手のところでさらに見ていくと、この突起がこっち側は表についていて、反対側の手は裏側にこの丸いねこうちょっとね豆がついてるんですよ、突起ね。これが互い違いについてることによって、多分ね泳がした時にそれぞれ水を受けるのが違って、こうタカ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 こう動いてくれるのかなって、これちょっとね水中での動き気になりますよね。で、嬉しいですね、この餌持ちを良くするための工夫で、頭のところにねこうちょっとね肉が盛られてるんですよね。これによって多分こうオフセットフックなんかを出した時ね、ここの身切れがしづらいよっていう配慮だと思うんですけど、ここちょっと厚くね、ポッ
こりになっていて、でこっちから出すから針を出す裏のところはここだよっていうね、分かりやすい真ん中にこういうガイドのね、こういったスリットではないんですけど、まあここから出すと綺麗に刺せるよっていうね、こういう目印がついてますね。あー、これをね、日清プロね、ずっと作ってたんですね。でこのパッケージにはそのコンセプトとかね、いろいろ書いていないので、ディスタイルのホームページ覗いてみるとですね、結構ねすごいホームページが充実しているので、こうね細かくどうやって使うんだよとか、あと動画での説明も充実してますね。動画3つもある。でカラーのラインナップがあったりして、ぜひですねディスタイルホームページで見ると、よりこのワームのどうやって使うのかが書いてあるかと思いますのでね。でトラスター 3.8 インチ、ちょっとね説明見ていきたいと思いますが、トリプルテールがバスを魅了する琵琶湖でフルタイムガイド業を営む日清プロが季節を問わず使用するために開発したワーム、それがトラスター 3.8。 ギルの上下運動する動きに反応するモンスターバスを何度も目撃した経験から、その動きに近いアクションを再現するべく開発、流行りに左右されずに求める要素を詰め込みましたということで、トラスター 3.8 の3つの重要な要素ね、バスを魅了するトリプルテール、シャットテールとダブルテールを共存させることにより今までにない未知のアクションを生み出します。ボリュームはあるが弱いボディデザイン、シャットテールとダブルテールを共存させることにより今まで、多分ねミスだと思うんですけど、バスを魅了するトリプルテールの説明とボリュームはあるが弱いボディデザインのこの下のね説明書きが、すいません、同じことが書いてありますということで、要素で3つ目、アングラーからスイッチを入れられるアクション、ここぞという場面でロッドワークでバタバタと逃走するアクションを演出が可能、両アームをピリピリ動きバスを誘えます。で、フェコ対応ということと、味と匂いのフォーミュラ入りということで、おすすめのリグですね、テキサスリグ、ドロップショット、ヘビーキャロライナリグ、リーダーレスドロップショット、フリーリグ、ジグ、トレーラーなどあらゆるリグに対応で、フックはですね30番がですね、はやぶさの TNS オフセットの30番とかですね、 TNN オフセットヘビー、デューティーの30番とかですね、そういったのがおすすめだよってね、こうね細かくで、あとはねもうこのやっぱね動画の時代ですね、あの D スタイルでこう、あ、そうやって使うんだっていうね動画がね必ず親切にこうありますんでね、これ見ると、ニッシーが実際にですねこんな感じで使うんだっていうのをね見ることできますんでね。で色はもうつれ線のね、つれそうなね、あ、飴ざりとかもあるんだな、飴ざりとかも欲しいな。まあね、ちょっとシルエットくっきりはっきりのこういったブラックカラー買ってみましたけども、まあ、こんな感じのワームね、だいぶ勉強になりましたけども、何にしてもこういうちょっと未知の形をしているから、未知の動きをして、とにかくバスにね、なんだあれってね思わず食いつかしちゃうっていうね、こういったワームっていうことみたいなので、まあまだねここら辺の動きはさすがに、人は多くなってきたとはいえ、三島のバスもね、戸面のバスも、あ、はたまたね亀山のバスにもこれねすごい効きそうですからね、ちょっとね30番のフック買い込んで投げに行ってみようかななんていう風に思います。使いどころとしては、まあライトテキサスでまずは使ってみようかなね、 3.5g とか 2.5g ぐらいの軽めのねウェイトのシンカーで、でちょっと針も小爪でね、それでギルクイバスがいそうなところにこうブリ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 ってね落としてね食わしてみようかな。これ多分ね猫リグなんかもいけんじゃないかなってね、この平面なボディが水受けてバインバイン、すごいね猫リグ良さそうだなーなんてね勝手に感じてるんですけど、まあまあそんな感じでね、いろんな使い方でちょっとまずは試してみようかなと思います。もうね、日清ガイドも人気でなかなか予約の取れないガイドに、なっておりますので、まあねタイミングあったら乗ったりしたいんですけどね、日清プロ実際ねどういう使い方してるのかね
またあのイベントの時とか結構ね、日清プロあの関東の方にも来てくれますからね、気になった人あれどういう感じで使ったらいいんですかねみたいにね、質問してみたりしてもいいんじゃないかななんて思いますが、まあ何にしてもね、ディスタイルのこう新しいワームっていうことで期待できるんじゃないかなと。で、重さですね、重さの方も測っておきたいと思います。はい、ディスタイルの新しいワームトラスター 3.8 インチ、これは何グラムでしょうか。 10.5 グラムということで、結構ねこれ単体でもね重めですね。 10.5 グラムっていうことなんで、脳神から使わないか。でもね、ジグトレーラーにしたらそれなりにこれ自体にも重さあるから、ズババババって入れれるような重さになりそうだし、ライトテキサスで使ったとしてもこのリブが水を掴んでテールが抵抗になって、重さの割には結構ゆっくりブリ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 って落ちていってくれるんじゃないかななんてね、そんな風に期待させてくれますが、どんな感じでしょうか。まあね、今日はちょっと家で開封こんなルアーですよみたいな動画で作ってみたんですけども、次はねぜひね、実際に釣り場で使ってね、できればデカバスをガツッとね釣ってるような、そんな、実況動画でね登場できたらいいんじゃないかななんて思いますけども、まあ早速次の釣りでは持っていきたいと思います。というわけで、この動画いいと思った人はぜひいいねボタンお願いいたします。またね、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り講 TV はこちらディスタイルのね、新しいワームね、琵琶湖の、日清プロが作り上げた、トラスター 3.8 インチ、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。